おじゃ、アンゴロです。前回動画の泉大使の暗号資産案件の開始日について誤解を招く表現だったので訂正します。前回動画でこう言いました。ダー泉大使、新しい暗号資産案件スタート。こう訂正します。ダー泉大使、新しい暗号資産案件の生放送紹介スタート。正確には4月から紹介始めて6月17日に生放送で参加者の募集を始めました。ちなみに坂本隆も4月に紹介始めてこのチャンネルで検証しています。PGA システムは開始から何ヶ月も経っているので、もし仮に万が一ポンジスキームだったら飛ぶ可能性があるので、これから参加するか検討している人は本物であることを十分確かめてから参加することをお勧めします。出来事ランキングに入ります。第2弾。ビットコインなどの仮想通貨の価値は全てがゼロになるだろう。伝説的投資家ジム・ロジャーズが悲観論。仮想通貨を手掛けている人たちが持っていないものを政府は持っている。それは銃だ。仮想通貨がいずれなくなると私が考えているのは、政府という権力が持つ武力という裏付けがないからだ。ジム・ロジャーズは世界三大投資家の一人です。世界三大投資家はウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロス、ジム・ロジャーズの3人です。ウォーレン・バフェット氏は資産7兆円の投資家です。暗号資産には否定的で、暗号資産の価値はゼロで一生保有しないと言っています。次にジョージ・ソロス氏は資産約9000億円の投資家です。ソロス氏は暗号資産は価格変動が大きすぎて使えないと言ってましたが、ソロス氏のファンド会社が暗号資産の取引を着手したのが話題になりました。そして暗号資産の価値がゼロになると予想するジム・ロジャーズ氏の総資産は約387億円。バフェット氏の7兆円とソロ氏の9000億円に比べると少ないですが、十分贅沢しながら生きていきます。ちなみにロジャーズ氏は日本経済に警鐘を鳴らしていて、自身が保有している日本株は全部売ったそうです。暗号資産の価値がゼロになる理由は政府によって潰されるからです。どうして政府が暗号資産を潰すのかを説明します。暗号資産代表のビットコインの特徴は、発行枚数の上限と発行のルールがブロックチェーン上のプログラムで完璧に守られているので、権力者でもコインの発行量や配布先をコントロールできません。さらに匿名性が高いため、誰から誰にコインが渡ったのかが調査しづらく、税務調査による脱税やマネーロンダリングの取り締まりがはかどりません。プライバシーコインだと送金元と送金先のアドレスすら把握できなくなります。そのため暗号資産が通貨として普及するのは困るというのが政府の本音と考えられます。そしてロジャー氏の考えはこれです。ドー仮想通貨を手掛けている人たちが持っていないものを政府は持っている。それは銃だ。仮想通貨がいずれなくなると私が考えているのは、政府という権力が持つ武力という裏付けがないからだ。政府は全てを知りたがる。コントロールの効く電子マネーは生き残らせ、政府の影響力が及ばない仮想通貨は消していく。では以上をもとに政府によって暗号資産の価値は全てがゼロになるのかを予想すると、それはならないと予想します。理由の前に、富裕層が暗号資産に否定的になるのは仕方がないことです。例えば自分が200億円の貯金を持っている状況で暗号資産が通貨として普及したら、貯金の200億円はどうなるか。そうです、暗号資産に対する法定通貨の価値が下がって、自分の資産価値が目減りしていく可能性があります。例えば法定通貨の価値が半分になったら、貯金の200億円が100億円に減ったのと同じ意味です。かといって暗号資産が普及した場合に備えて、富裕層の資産を暗号資産に変えておくのは資産が大きく減るリスクがあります。故に富裕層が望むのは、資産価値が目減りしないように現在の金融の仕組みが維持されて安定的に資産運用できる方を望むはずです。暗号資産は富裕層が海外に資産を逃がすのに使う需要もあるけど、資産価値の目減りは困る。よって富裕層が暗号資産に否定的になるのは仕方がない。次に、暗号資産は政府に潰されるのかについて。昔は貝殻でも金でも独自紙幣でも個人が自由に通貨として利用できましたが、1900年代に入ると通貨は政府が発行する法定通貨を投資し、他のものは潰しました。独自紙幣のような管理者がいて局所的に発生したものは叩きやすく潰しやすいです。例えばリブラは潰されました。一方、暗号資産のネットワークは世界中に広がっているので、
ある国で暗号資産を違法にしても他の国で合法であれば暗号資産を完全に消し去ることはできません。やるとしたら国連が一丸となって暗号資産撲滅のために行動することですが、民主主義をかける現在でできるはずはありません。また暗号資産の市場は権力者が都合のいいルールを作って通貨をコントロールしながら権力者と身内が美味しい思いをし続けている仕組みにうんざりしている人もいます。そういう人たちがこの世に存在する限り全ての暗号資産がゼロになることはないと私は予想します。そして第1位はビットコインは年に一度の高騰チャンス。著名アナリストがマイニングデータをもとに価格上昇を予測。チャーリーズ・エドワード氏は約1週間後に訪れるハッシュレートの転換によって価格上昇が引き起こされる可能性が高いと語った。チャットこれはビットコインの冷やしです。コロナショックで3月13日に44万円まで下げた後反転し、6月1日に高値110万円、6月15日に安値95万円をつけました。ここ1週間は99万円から107万円のレンジで大きな動きはありません。価格に大きな動きはありませんが、ハッシュリボンが1週間後にゴールデンクロスとなるところまで来ました。チャートだ。これは2018年8月以降のハッシュリボンのチャートです。赤い縦棒は半減期です。ハッシュリボンについて簡単におさらいします。ハッシュリボンは、ハッシュレートの30日移動平均線と60日移動平均線のクロスと採掘難易度をもとに買いシグナルを発動する指標です。ハッシュレートはですね、マイニングの1秒あたりの計算回数のことです。マイナーが増えると1秒あたりの計算回数が増えるので、ハッシュレートが高まります。つまり、ハッシュレートが高まるのはコインの人気が高くなっているということです。このチャートでは緑色の線が30日移動平均線、黒色の線が60日移動平均線です。30日の線が60日の線を上から下に突き抜けた時を幸福と言います。短期の線が長期の線を上から下に突き抜けるデッドクロスと同じイメージです。最近調子が悪いイメージ。チャートでは30日が60日を下回っている期間が赤い領域です。例えば2018年10月31日に幸福に入ってから2ヶ月半後にゴールデンクロスをし、その後しばらく経ってから買いシグナルが発生し、ビットコインの価格とともにハッシュレートはどんどん伸びていきました。2019年までに9回幸福シグナルが発生し、幸福で買ってホールドした場合の利益は平均の最大が56倍という好成績になっています。ズームっと。コロナショックの影響で3月21日に幸福に入り、約1ヶ月後の4月25日に復活して買いシグナルが発生しました。過去の事例を元にすると、この後数ヶ月にわたってハッシュレートの価格が上がっていくことが期待されましたが、5月12日の半減期以降、ハッシュレートが大きく下がって、わずか1ヶ月で幸福に戻りました。チャートだ。これは過去60日間のビットコインの価格とハッシュレートを重ねたものです。ハッシュレートは5月10日に 136XH をつけたと急激に減り始め、5月17日に 81XH まで下がり、6月6日に 133XH まで回復しました。波形を見るとわかるように左右対称に近い形になっています。つまり30日分と60日分の平均値が同じくらいまで来たということです。6月21日は 114XH なので、このままハッシュレートが上がっていけば数日後にはハッシュリボンがクロスします。今ではハッシュリボンが1ヶ月間隔で幸福と回復を繰り返したことがないので、ここからどうなるのかに注目です。クロスに市場がポジティブに反応して急に吹き上げる可能性もあるので、クロス後の展開は見逃さずに行きましょう。クロスが発生したらツイートします。以上、出来事ランキングでした。コインベースチーム対抗戦、7月開催。ビットコインチーム、2148名。XRP チーム、781名。カルダのエイダチーム、325名。リスクチーム44名。アルト連合1420名。の5チームによる対戦です。イベントは1日で行われ、優勝チームが決勝イベントの権利を得ます。好きなコインがあればぜひ参加してください。この動画が面白かったらグッドボタンをなんとお願いします。爆上げチャンスを探すためにチャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。